はい、皆さんこんにちは。今日はね、 iPhone を中心とした、まあ、ニュースとかね、噂、まあ、ここ1週間でね結構出てきたんで、まあ、そのあたりね、改めてまとめてみたいと思います。かなりね楽しみなニュースや噂が多かったので、まあ、このあたりね、まあ、iPhone ユーザーとしては、まあ、今年ね期待できるんじゃないかという内容でございます。それではいきまーす。はい、ということで、まあ、なんといってもね、一番のニュースといえば、iPhone のロック解除がマスクをしていてもウォッチでできるようになるということでですね、まあ、これ、2月1日の 9to5Mac の記事ですけど、まあ、なんかね、このデベロッパーベータ版が出たことで、各メディアが結構ね、競うように報じていましたよね。まあ、やはりね、このフェイス ID になってからのこのマスク問題、まあ、日本ではね、早くから言われていましたが、まあ、ここへ来てね、まあ、コロナ流行でマスク必須になった関係で、まあ、Apple もね、やっと動いてきたということで、で、Apple Watch ユーザーが、これ、Apple Watch をね、していれば、使えるというね、ことのようですよね。で、Watch 装着とパスコードロックの解除が条件ということで、で、なんか Watch からの再ロックも可能と記事ではなっていますよね。で、まあ、これ元はね、ウォールストリートジャーナルの記者のツイートが、まあ、最初だったみたいですけどね、まあ、そんな感じでね、まあ、ベータ版のことなんでね、まあ、正式版リリースまでもう少しかかると思いますけども、まあ、2ヶ月とかでいければいいですけどね、まあ、3月4月ぐらいに使えるようになっていると嬉しいんじゃないでしょうか。で、同じくね、 iOS の 14.5 のベータ版ではデュアルシムの 5G 使用が可能になったということがね報じられてますね。こちらも2月1日 9to5Mac ですけども、まあ、この 14.4 までは私もねデュアルシム使っていますけども、強制的にね 4G とか、まあ、LTE にねされちゃうんですよね。だからまあこの、まあ、私の場合は住んでるエリアがまだ 5G 来てないんでね、まあ、問題はないんですけども、まあ、5G 使えない状態でデュアルシムをやっているって感じなんですけど、まあ、これがね、なんか中国では今現在でも 5G 通信が2回線でできるんですけども、まあ、それ以外の国でもできるようになるらしいですね。まあ、今現在 au と、ね、楽天のデュアルシムユーザーとしては嬉しい話でね、まあ、ただまあ日本もね、これ契約プラン非常に今流動的になってるんで、まあ、もしかしたらねデュアルにする必要もなくなってくる可能性もあるんですけども、まあ、ビジネスなんかでデュアルが必要な方にとってはね嬉しい話ではないでしょうかね。で、 iOS の 14.5 のベータ版につきましては、マックローマーなんかがこのまとめ記事もね出し始めていまして、で、まあ、これベータ版についてはね基本的にデベロッパー向けので機密保持契約結んでるんで、まあ、仮にね私がこれねインストールしてやったとしても動画にはねできないんですけど、まあ、この記事にしているってことはですね、まあ、おそらくまあ許諾を得ているのか確信犯なのかわからないですが、第三者が開示した内容についてはね扱ってもいいという、ね、ことになっているんで、まあ、これね話にできますけども、でなんかね詳細も出てまして、なんかまあこのマスクをずらしたりパスコード入力が不要になったってこと で設定については一般設定からフェイス ID とパスコードのところ でこれ日本語でどうなるかわかんないですが、アンロック with Apple Watch という項目をオンにするというねところで、これ 14.5 とウォッチは 7.4 が必要となってくるということですが、まあ、残念ながらね、Apple Pay と App Store での購入などには使えないというねことなんですね。まあ、なんかねウォッチ持っててよかったと思える話ではありますけども、まあ、ただロック解除のみとなっております。で、それでまあ iOS 14.5 ベータには、まあ、他にもね機能が追加されているということなんで、でこちら日本でもね使えそうな機能をまずやると、拡張されたコントローラーサポートということで、まあ、プレイステーションとか Xbox のコントローラーを iPhone、iPad で使用できるようになるみたいですね。あとはこれ Siri で緊急サービスを呼び出すというのができるということなんですが、ただこれはなんかね OS っていうよりは Apple のサーバー側の変更の可能性もあるとしていましたよね。またアプリの追跡の透明性の強化が行われるってことで、なんか設定アプリでアプリ一個一個のオンオフとかね、まあ、いろいろできるようになるみたいですけどね。で、その他はポッドキャストのアプリが変わったり、まあ、リマインダーアプリの印刷並べ替えなんかね変えられたりとか、まあ、そして緊急アラートの無効化なんかができるようですね。
であとはね、日本ではまだだなという機能があります。フィットネスプラスがエアプレイ2対応ということで、まあ、スマートテレビとか、セットトップボックス、まあ、対応したものにの出力ができるようになるそうですね。まあ、これ日本ではね、フィットネスプラスまだ開始されてはいません。そして Apple カードのファミリーサポートっていうのができるようになるそうで、複数の人が同じ Apple カードを使えるようになるそうですね。まあ、これね、お子さんとかね、まあ、家族に、まあ、このカードを持ってもらうのに、まあ、おそらくね、これあのカーキーと同じような、ね、仕組みの、まあ、シェアリングシステムだと思うんですけど、これねいいですね。そしてニュースアプリについても For You タブという提案タブが出てくるみたいですね。まあ、これね日本で始まってないサービスね、これアップデートしてて羨ましいですよね。まあ、特に、ね、Apple カードなんかね日本に早く来てくれないかなと思いますけども、まあ、金融関係なんでね、まあ、いろいろ制約も各国であるのかとは思います。であとはね、マスクの関係になりますけども、そのアップルウォッチの話が出ていましたが、その数日前にですね、iPhone 13には光学式のディスプレイ内指紋センサーがつくんじゃないかということを、ウォールストリートジャーナルが報じたという、まあ、ソースを元にしたマックルーマーの記事でございます。なんかね、アップルが今、13、まあ、13って呼ぶか分かんないですけどね、に向けて、画面内指紋技術に取り組んでいて、Face ID とともに2番目の生体認証オプションとなるという、ね、ことなんですね。で、まあ、こちらね、元記事見ると元従業員の証言として報じていましたけども、なんか超音波の仕組みよりも信頼性が高いものができるんじゃないかということで、なんか静電容量センサーって、まあ、今のこの物理タッチ ID に使われている技術と、あとは光学の技術を組み合わせたものにして、まあ、速度とセキュリティを両立したんじゃないかとしているらしいんで、まあ、やっぱねこれだけ時間かかってるのはね、やっぱりセキュリティの要求水準アップルって高いじゃないですか。だからなんだなと私は思ってるんですけど、まあ、これがね出てしまったらもうね、さっきのウォッチの話についてはまあ単なる1機能になってくるというねところでしょうかね。であとはねこちらちょっと驚いたのが iPhone SE プラスの話、結構なんかね、詳細に具体的に出てきています。 GizChina というサイトが、報じているようですけど、ね、あと Twitter もなんかね、リーカーの方があったようですけど、なんかねこの 6.1 インチのノッチ型のスクリーンに、まあ、電源ボタンにタッチ ID が入って顔認識もあったりで A14 チップで、さっき出てきたデュアルモード 5G 機能をまあ、サポートするものが出るなんてことでですね、まあ、これがまあ SE なんで499ドルからで黒赤白じゃないかとしているんですけど、まあ、なんかねこのただ SE プラスっていうのはもうクオシとかね、あとはブルームバーグなんかもね報じてたんで、まあおそらく出るような感じがしますけども、まあ、こういうの出るとね結構現行の12についても食われる要素が入っているなんて感じですけどね。でこの記事では春先ぐらいの勢いで書いていましたけども、これ、まあ、アナリストのクオシについては21年後半だと、まあ、最近しているわけでね、前はなんか春って言ってたのが、後半じゃないかに修正したというところで、まあ、これちょっとねいつ出るのか難しい判断ですよね。わかんないとこもあります。でお次はね、先日動画にもしました iOS14.4 の方のね話ですけども、でこれでホームポッドミニへの転送っていうのが、まあ、結構ねこうアニメーションとか触覚が追加されたりして、まあ、あとはこう距離がね広くなったなんていうのありましたけど、ただまあ距離がね拡大したせいで煩わしいって人もねいらっしゃると思うんですよね。でコメントでもね教えていただきましたが、こちら 95Mac でも記事になっていまして、でなんかね設定の一般からエアプレートハンドオフというところに、まあ、ホームポッドに転送というのをね、オンオフができるってことで、これ私もね試してみましたけど、確かにね机なんかでホームポッドミニが近い時の反応はね、なくなるんですよね。まあ、ただ機能自体がオフになっちゃうので、なんかね前みたいな簡易式というのの、まあ、選択肢オプションっていうのはねないみたいなんでね、これちょっとね今後に期待したい部分ではありますけども、 14.5 ではベータ版話題にはなってないみたいですね。で 14.4 で使えるようになったアップルウォッチの心電図ですけども、まあ、アップルウォッチね非常に存在感を増してきております。日本ではね慶応大学がアップルウォッチユーザー対象の研究を開始したってことでですね、これ2月2日に
プレスリリースと、そしてサイトの立ち上げをねしておりますよね。なんか Apple Watch Heart Study っていう、まあ、臨床研究ってことでですね、まあ、慶応義塾大学医学部もありますんで、まあ、こういうのにね取り組み始めてくれております。でなんか日本人で20歳以上のユーザー対象ということで、WatchOS は 7.0 以上が必要となってくるようですけども、で日本の場合は OS 7.3 以上が心電図使えるって感じですけど、まあ任意の計測なんでね、使うかちょっと分かんないですよね。で最新にアップデートしておいた方がいいには越したことないんでしょうけども、あなんかね見る感じだとおそらく特にねこの WatchOS 7.3 以上ってなってないのと、あとはシリーズについても、特にね制約が書いてないので、これなんかね多分拾えるデータを、まあ、その端末によって違うと思うんですけど、まあ、使うんだろうなってところで、まあ、ヘルスケアなんかから結構データ拾えますよってことをね書いてましたよね。で7日間の連続のアンケートへの答えとですね、あとはまあ睡眠時に装着して、まあ、各種、まあ、心拍数とか中心にですね、まあ、心電図って言葉もあったんですけどね、まあ、そのあたりのまあデータを拾いますということですね。でもやっぱねこれ日本でもねやっと臨床研究始まったというところでね、これまあ参加することによってね自分では直接は来ないですけども、まあ今後のね心疾患への研究がまあ進んでですね、まあ自分にまあ後々帰ってくるという可能性がありますよね。で最後こちらね噂になりますけども、1月25日にアプローチのシリーズ7に血糖値計測機能がつくんじゃないかと、まあ韓国のね IT ニュースが報じているってことで、まあ、話題としてはねこれギャラクシーウォッチという、まあ、サムスンのやつに、まあ血糖値の監視する技術がね搭載されるってことで、まあ、これ採血せずに検出できるってことでですね、この糖尿病の患者の方や一般の人の、まあ、健康管理にね貢献するみたいな、ね、そんなものなんですけど、まあ、それ同じようなものがアップルも、まあ、7って書いてますけどね、まあ、シリーズ7に、適用予定ですよとしているんですね。でまあ、今ね、まあ、テストを、ね、しているなんていう、ね、ことなんですけど、まあ、結構ねこれ気になるじゃないですか、まあ、血糖値ってね、なんで、結構ね嬉しい機能だななんて思いますけど、ただまたね、認可については各国やんなきゃいけないと思うんで、まあ、日本がすぐに搭載されるかはちょっと分かんないですよね。はい、ということで、まあね、昨日結構話題になった例のね、マスクをしていても、アップルウォッチをしていれば、まあ、ロック解除ができるなんていうのから始まって、まあ、あとはですね、まあ、そもそも指紋認証が iPhone に搭載されるなんていうのが、まあ、印象的でしたけどもね、まあ、なんかね、ここへ来て、まあ、連携機能も含めて、まあ、アップルかなりね、こう、ガガッとね、変化したものを出してきそうなニュースや噂になってきていますけども、まあ、今年もね、iPhone 結構楽しみですよね。まあ、あとはね、Apple Watch 欲しくなっちゃった方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、やはりね、もうね、連携機能も含めた Apple 製品群という感じでのね、快適さになっていくのかなというね、印象ですよね。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そして、おすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。